この前来た台風19号による被害です。この鵠沼スケートパークの来る数日前に実はその復旧したんですよね。全部元の位置に戻してもらって全員で動かして、で奥のスピードウォールも完成して、さあ営業再開みたいなところでちょうど19号がまた来てしまって、パークの状況を今から一つ一つ紹介していきたいと思います。風は強かったんですけど、下に砂はあんまり入ってなかったですね。水没はもちろんしたんですけど、排水はもう終わってる状態です。それで今までほとんど動かなかったこれスパインががっつり動いちゃって、その前に R が来ちゃってます。これはもうすぐ完成予定だったレジーのジャンプ台の面、あそこにあって、向こうから流れてきた、あそこから流れてきた。でなんでこんなにセクションが動いちゃうのかなっていうのがこう疑問だったんですけど、水で浮くみたいで、木が浮いたのに突風が吹くとめちゃくちゃ動いちゃうっていうのがね、最近知ったことですね。でこの前みんな動かしたスピードウォールも 2m ぐらい前に来ちゃいました。アンカー打ったんですけど、これじゃあまあちょっと弱いかな、ちょっと弱いよね、こんな感じで。前回と同じ状態になってて、そうだね、ジャンランの面が思いっきり浮き上がってます。でもすっごい破損はないかもしれない。中とかまあとりあえず大丈夫かな。ここがね浮いて多分そうですね、持ち上がっちゃった。でこれがいつも鵠沼の、まあ、これ命綱なんですが、排水ポンプ、ここから排水して溜まった水を外に送り出す。でこの前動かしたここまっさらになってるじゃないですか。ここに大きいバンクトゥーバンクとモヒカンの大きなセクションがあって、それもすごい動いちゃって、この前直したんですよね。全部壊れてここまで来ちゃいました。ちょっとこれはショッキングだね、だいぶ、これが初めてだもんね、ここまでなったのはね。3m のスピードウォール作っていただいたんですが、この前の15号の後にそうね作ったやつで、15号の後に作ったやつができて2日目ぐらいでこうなった。鵠沼のねパーク再開しましょうってところで19号によって倒されてしまいました。台風の次の心配で俺見に来たんですけど、その時はもうここにね柵にめり込んで乗り上げる感じ、まあ今もここには乗り上げてるんですけど、そういう状態になってました。ここにあったやつね。それでこのねクォーターもね動いたっぽいんだよね。これは動いただけ、動いただけで壊れてはないから、また元に戻せる、じゃあ戻ってる、このちょうど筋になってる、それぐらい動いたっていうのがまあ把握の今の状況で、で復旧はいつなんですかっていう質問も多分多く僕らにも来てるし、スケートパークにも来てるんですが、まあ、直していく順番は、この瓦礫から直していくっていうか、処理していただいて、スパインとかジャンプ台は生きてるんで、これを元の位置に戻す。少しでも早くみんなが乗れるように、このスピードウォール、ジャンラン、新しいスピードウォールをまず走れるようにして。1ライン確保して、その他のセクションとかは徐々にやっていくように、全く乗れないよりはいいもんね。このままだと年内怪しくなっちゃうから、本当に今被害に遭ってる人と比べたらもう比べ物にならないぐらい、いい状態なのかもしれないけど、やっぱこのスケートパークがあったから、自分たちの今の生活もあったりとか、自分にとって大切な場所だから、一刻も早くやっぱ直していきたいし。シューとか見に行ってくれたんだっけ、夜中にね、夜中のね、で俺に送ってきてくれて、やばいっつって、でそれで朝、すぐ起きたら来たんで、そう結構やっぱみんな大事な場所だから、でローカルの子たちの親とかももう朝早朝来てて、だよね、ストーリーで。パークの状態をみんなにすぐ知らせなきゃと思って来てくれて、発信してくれて、それで、ね、状況をまあ見れたりとかみんなしてっていう感じで、みんなが大事にしてる場所だから、みんなの力で元に戻していければと思いますね。そうで年ももう台風来ないとは限らないしね、もう分かんないもんね。そうだね、うん、災害とかそういう台風に強い何かこうセクションの置き方だったりこう打ち方とかね、うん、考えなきゃいけない時に差し掛かってるかもしれないよね。また、僕とか宮地コースタルのインスタとかで、いついつ、みんなで直しましょうっていう情報を載せるんで、もしお時間あって来れる方いらっしゃったらぜひまた協力していただけたら助かります。よろしくお願いします。お願いします。